私の嫁つ国より海を渡りて現れり、若者姫七から未だ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求め、共に荒れ野の道を行かん。待ちて願え、開口は我の古よりの定めなり。漆黒の世は広がりしも、明星は一つ輝き、長き物語は今始まれり。ゆり子さん。あら、りょうくん。この町で中国人のこ、中国、アジイチさんに聞、りょうくんもよく、ええ。ずっと前からやってるお店、おじさん、いろいろ食わ、そうですね。一回100円か。買ってみるか。これは続けてみるか。同じやつだな。続けてみるか。同じやつだな。続けてみるか。いや、やめとこう。すいません。いや、いらっしゃい。小峰さん、この辺りで誰が一番、ああ、チャーシューがうまいとこ、あ、じいち、ああ、そうそう、わかりました。じゃあ、またちょっと待ちな。
あずき、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか。てめえ、えのきさんに詫びれろ。それともここで勝負しようってか。相手してる暇はない。俺に構うな。そうはいかねえぜ。うらっ、うわっ、うらっ、やりやがったな。うへっ、うわっ、つえ、なんてやつだ。うん、俺にはお前らを相手にしてる時間はないんだ。はい、すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。おい、大丈夫か。しっかりしろ。あの、いやー、いら、今日はどれにする。この町で中国人のこ、中国だったら、あ、他は。いや、あそこの中国人の間じゃ。そうですか。さん、はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ。もしかしてお父さんの時期。はい。ああ、いや、中国人みんな悪い。分かってます。でも手がかりは中国人ってこと。お願いします、教えて。この辺りの中国人って昔と比べて随分新しく来た人たち。そうですか。あんた三島の人たち教えるよろし。ああ、三島。三島？三島って。三つの刀と書いて三つの商売意味する。床屋さん、仕立て屋さん、料理人。みんな刃物使う商売やる。床屋さんはカミソリ、料理人は。ああ。日本に来て商売する中国人、大体三島ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら三島に聞くよろし。この辺りにいる三島の人たちって。床屋さんなら、仕立て屋さんなら、今は料理人なら満腹家に聞くよろし。三島の人なら中国人のことよく知ってる。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家た最近店開けてない。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。はい、わかりました。服部さん。どうも。お店どうですか。まあそこそこって。ここ最近
私はさ、やっぱり野球が一番だと思うがね。あの、アットリさん。いや。俺、急いでるので、また。ああ、そうかい。じゃ、またな。失礼します。